皆さんこんにちは。しげちゃんの歌唱レッスン講座のお時間です。今日は小金沢昭治さん、春はもうすぐ、この曲をレッスンしてみたいと思います。まずはオリジナルキーで私がオンコーラスやってみます。せめて今夜は二人して花を一輪飾って、いつもお前は笑顔絶やさずついてきた。雨の降る日も風の吹く日も、つなぐこの手のぬくもりで、支えてくれたね、ありがとう。春はもうすぐすぐそこに来て、それでは今日は小金沢昭治さんね、春はもうすぐ、なかなかいいですね、まあ、今ちょうど季節が春ですから、本当に季節感も今覚えていただくとぴったりというね、そんな感じですよね、こういう、まあ、気持ちだったね、しっかりと取り組んで覚えていただくといいと思います。まあ、これは、ぬくもりある夫婦愛をテーマとしたそんな作品ですよね。思えば長い道のりだった2人のいいことばかりではなく、むしろ辛い苦しい時代の連続でした。まあ、そんな満貫な思いを胸に秘め、いつもお前はそんな時でも優しく笑顔を絶やさず黙ってついてきてくれたねと、まあ、そんな感謝の気持ちを持ちながら、そしてこれから先は、まあ、きっといいことばかりが、ある、そんな人生にしていきたいと、ね、またそんな人生を約束するからねと優しく、語りかけてますよね。ですからこういう歌はまあぜひね、ぬくもりある感じでタッチを軽くね、軽快に歌っていただくととってもいいと思いますから、まあ、そんな、人生ドラマをこのリズミカルに軽快に乗って、こなしていきましょうね。そして後半で、高音が連続してきますから、ブレスをしっかりして、上手にこの後半のとこ軽い高音をね出せれるようにして、捉えてみましょう。まず最初ですね、この最初の歌い出しのせめて今夜はというところですけど、せめて今夜はこんな感じですね。まあ、これをしっかり覚えてないとちょっと歌えませんね、この最初の流れ、どうでしたっけなんて考えてるとやっぱりできませんから、この軽快なタッチをしっかり歌うためには、せめてこの歌い出しの、それこそせめて歌い出しのところのこのせめて今夜のこのフレーズの流れね、これだけしっかり覚えておきましょう。せめて今夜はもうこれで乗れますからね、こういう風に歌っていただくと、あ、結構いいねというふうになりますけど、その流れがたどたどしく、なんとなくタラッとしてるとうまくいきません。まあ、これは三連の音符のノリですから、やっぱり歯切れよくタッチよくということを心がける。そして今お話してますように、せめて今夜はというここの部分だけでもしっかり覚えちゃいましょう。そして二人してといきます。この二人しては落ち着いていけばいいですから、そしてここまでをワンブレスでね、必ずワンブレスで歌いましょう。せめて今夜は二人して花を一輪飾って、花をこの尾の音ね、ぐっと下がってますよ、ここちょっと気をつけましょうね。花を一輪、このまま
飾って飾っていつもお前は笑顔絶やさず語尾あんまり引っ張らないついててついてそれで止めて聞いたとこれで前半が終わりですね。はい、じゃあこんな感じでね、この3連音符にうまく乗っていくように心がけてみましょう。はい、せめて今夜は二人して花を一輪飾っていつもお前は笑顔絶やさずついてきた雨の降る日も風の吹く日もつなぐこの手のぬくぬからくへぬくもりでと心当たりね、中音域から高音域のとこに差し掛かってきますから頑張っていきましょう、このタッチがねちょっと強めにいくことですよ。雨の降る日もそしてさらに風の吹く日もというふうにねちょっと強めになります。そしてつなぐこの手はちょっと落ち着いてつなぐこの手のこの手のここの音ちょっと要注意ですよ。この手ののあたりねここら辺ちょっと要注意、しっかりと覚えましょう。ぬからくへぬく上げて森で森で森でと心持ち張ってみましょうね。心持ちでいいですから張ることですよ。あんまり強く張らずに、やっぱり心当たりね加減をしながら、心地よく張れるようにしてみましょう。でいよいよ支えているところですね、その前にちょっと行きましょうか。もう一回雨の降るのとこね行きましょう。いつもお前は笑顔絶やさずついてきた。はい、きちんと行きます。雨の降る日も風の吹く日もつなぐこの手のぬくもりで。はい、そしていよいよですね。さあここしっかり出ましょう。支えてくれたね。さあ支えてこのさのところからさのところここは頂点迎えていきますよね。ここで気を抜かない。さあ、さあっとね、ちょっともう一度こうしっかり乗り直すようなさをグッと出して、そして、さあ、てくれと伸ばして、種と終わるようにしましょう。で、種の根はあんまり引っ張らない。ありが、ありが、ありが、とが、とげといて止めて、と、お、お、といきます。で、最後に入ってきますけど、まずその前にね、この支えのこの高音のとこ行ってみましょう。つなぐこの手のぬくもりで支えてくれたね。ありがとう。最後はもう一気にチャラ感じですね。春はもうすぐすぐそこに。ここもね、ふわりに注意しましょうね。春はもうすぐと伸ばしてぐう、そして腕止めてすぐそこに。すぐで止めてそこに。には引っ張らず。そして最後。来てるから来てる。というところね、ここはファルセットですね。裏声に返して持っていきましょう。このルーのところで綺麗にルーっと母音を使ってファルセット裏声に変えて、そしてカーラーと持ってきれるようにしましょう。またこのファルセットについては、いずれこのしげちゃんの、歌が上手になるための10箇条でお話ししますけど、まあ、とにかく男性の裏声ですね、裏に返した声でここ頑張れるようにしましょう。
でどうしてもという場合はあとはこのキーをね、ちょっと下げてやっていただくと地声でも歌えると思います。はい、それでは最後のところに行ってみましょうね。すぐすぐそこに来てるから。はい、こんな感じでね、全体に、軽快なタッチでね、体を軽く出せれるように、訓練して頑張って歌ってみましょう。はい、ありがとうございました。